突然だけど、アニメ人気ってほんとすごいよね。日本の映画の歴代興行収入ベスト10になんと6作品も入っているし、世界中にファンがいて、今や日本を代表する文化になっているもんね。きっとみんなの中にもアニメーターになりたいと思っている人がいるんじゃない？アニメーターの仕事は作画監督、原画マン、動画マンの3つに分けられるけど、最初は動画マンからのスタートね。動画マンは原画と原画の間をつなぐ絵を描いて、スムーズな動きをつけていくのが主な仕事よ。経験を積んでいくと、原画を描く原画マンを任されるようになって、さらに経験を積んで認められれば、演出、原画、作画の統括を行う作画監督、その上で実力が認められれば、キャラクターデザインや創作画監督、キーアニメーターなどを務めることができるわ。レベルアップすればするほど自分の表現できる世界が広がっていくし、いろいろな人と協力して出来上がった作品を見た時の感動もひとしおよ。世界中の人に感動を与えられるようなアニメーターを目指して頑張ろうね。詳しくは NSG カレッジリーグで検索。